はい、ということでね、時間になってしまいました。早かね、早かばってね、また午後からやってきます。また午後からね、話変わってまた15時から次は熊もこちらやってきますのでね、しっかりご飯も食べてからまたね、ぜひ遊びに来て。はいよ、ね、熊も何か食べるとかね、何か食べようかいやいやいやな、お兄さんがスリムでイケメンでよキラキラしとってなんで全部正反対の言葉言いだすかねこういう時だけね、うなぎがあたえらいこびゅって言ってうなぎが食べたかってねえ、うっすじゃないかここに蜂蜜あるけん、それで呼ぶんだうなぎが良かったねえ、うなぎが良かったね。そっか、ならちょっとコンビニでも行こうかなはい、ということでね、皆さんもしっかり特に熱中症にご注意ください。あとお昼から暑くなるみたいなんでね、しっかり水分補給は忘れんこと。どんだけ忘れてたのかわいらない。高くとこからやんなきゃいけないと。クマモの方が上手そうだけど、絶対お兄さんよりクマモの方が上手だよね、これ多分自分で買ってきた方が早くもよ、クマモ。よろしくお願いします。あ、やっぱうなぎが良かなって、うなぎが良かなって。はい、じゃあコンビニに行きたいと思いますということでね、本日は皆さんどうもありがとうございました。